大石やんたん切り抜きチャンネル皆さんこ日本の j p o p における5分ルールってご存知ですかあれ5分ルールをご存知でない <laughs> もうこれ端的に言うと5分以上の曲って著作権が2倍になりますはいおめでとうございます びっくりしません。うん、5分超えると著作権量が2倍になるって言われてるんですよ。これもなんかその著作権、まあ特にそうジャスラックかなの、えっと、規定があって5分までを我々は1曲としますよっていう規定があるんですよ。で、5分以上の曲はそこから毎5分超えるごとに 一曲ずつと換算します。つまり、13分の曲は、3曲分です。おめでとうございます。だから、例えばですよ。まあ、すごいざっくり計算ですけど、1000円のシングルがありました。で、著作権が入るのも、まあえー、作詞作曲してたら3%だとします。30円入ってきます、1枚。でも、12分の曲書いてたら、3倍の、 90円入ってくると言われております。<laughs> <laughs> おります。が、これは諸説ありまして、僕のあの一応21年の著作権税と付き合ってきた感じで言うと2倍も入ってきてない気がします。まあ多分なんか色々なんか計算方法があるんでしょうね。よくその2倍って って言われるんですけど、実際まあ、ちょびっと多いかなっていう感じ。うん。僕の入ってくる感じで。だからね、僕実は21年前にデビューしてるんですけども、バンドでね、サウンドスケジュールで。その時に言われたの。その、スタッフさんというか制作ディレクターさんに、5分以上の曲は極力書かないでって。 はあ、な、なんでですかいや、5分ルールっていうのがあって、5分以上になると、その著作権税っていうのが、まあ、2倍になるから、だから、あのー、5分以上の曲はやめて、5分以内の曲を書きましょうっていうルールみたいなものを設けられたんですよ。別にまあ、その人が悪いって言ってるわけでももちろんないですし、もう右も左もわからない。 あの小僧だったんであそんなもんなんやと思ってありがたくあの聞いてはいたんですけどなんで j p o p とかは割と5分以内の曲5分以内でまとまってる曲が多いとされていますね。<music>